はい、皆さんこんにちは、チャレさんです。いつまでもバイクでチャレンジチャレさんです。イエイ。はい、いつもの場所で、はい、暖気運転まだやってます。今日は5月28日日曜日、時刻は11時ぐらいですかね。はい、ここの交差点、こっちの高速道路から各国の要人が降りてきて、ここら辺もう警官だらけだったですね。先週の日曜日 G7 サミット広島、はい、いつもここで、暖気をするんですが、このポジションは警察車両と警察の待機所で、はい、もう各県から各都道府県からの警察官ですごかったですね。はい、そんな場所から、はい、1週間経って普通の日常に戻ったこの場所から、はい、今日ちょっと散歩していきたいと思います。はい、走り始めました。いや、なんか天気悪いね。今にも雨降りそうなんで早めに帰ってこようと思いますけど、ちょっとだけ乗りたいんですよ。っていうのがね、昨日オイル交換しました。バイク屋さんに持ってって、はい、動画を撮ってないんですけど、ショート動画ぐらいは上がってるんですけど、前回オイル交換したのが車検の前で、いつだったかな、今年の1月の後半ぐらいだから 4,5 ヶ月前ぐらいだと思うんですけど、まだ3000キロ弱、ちょうど3000キロ弱ぐらい走ったのかなっていうのもあり、交換しなきゃなっていうのもあり、その前にオイル交換した時にね、あのドレンボルトのとこのアルミのワッシャーを交換するの忘れたんですよ。で、車検で、バイク屋さんに預けた時に、オイル漏れおるねって、ドレンからって言って、あ、そうなんよって、アルミワッシャー変えるの忘れたんよって、っていう話をしておりました。で、まあ、ちびちびと漏れるんですけど、まあ、継ぎ足しはいいやぐらいのレベルで、そんな大量にドバドバ漏れてるわけでもないしと思ってて、で、思ってたわけですよ。で、来週ね、今度の週末に、ちょっと、広島から、栃木の、茂木リゾート、はい、まで JC ライダースの総会があって行くことにしました。はい、金土日月ぐらいの3泊4日ぐらいの行程で、はい、にしたんですよ。で、じゃあ行く前にもうオイル漏れてるし、わしは変えなきゃいけないから、ついでにオイル交換もしとこうみたいな、行って帰ら2000キロ走るしなと思って、昨日、はい、バイクドクターさんでオイル交換をしてもらって、ワッシャーがね、アルミワッシャーがなくて、銅ワッシャーを代用でつけたんですけど、まあまあ、どっちでもいいんですよ、漏れなきゃね。ということで、その、はい、ドレーンのところからの状況を確認するために、100キロぐらい走っておきたいかなっていう感じで、はい。あと、やっぱ梅雨時期に入るので、もう、梅雨入り宣言出てもおかしくないような天気でなん、これって、と思って。なので、はい、今日ちょっと乗った後、CB に、はい、ワックスとか、防水措置を取れるとこは取っておこうって、思っての、はい、ライディングです。はい。ね、これ今ね、このメーターが 99,164 キロなんですよ。で、多分今日100キロぐらい乗って帰ったら 99,300 キロとかぐらいになるじゃないですか。はい、それで茂木まで950キロぐらいあるので、確実に、はい、高速道路中でこれ一回り10万キロのこのメーター10万キロ突破しますね。はい、いやー、もう古いバイクでね、往復2000キロとかね、やってることが無謀かもしれんけどと思いながらさ、それでもやっぱりこいつしか相棒いないしみたいな、はい、元気に走ってくださいよっていうことで、はい、乗っております。はい、もみの木森林公園の上り口に入りました。はい、ちょっと今ね、バッテリー切れたんで、はい、差し替えましたけど、はい、ちょうどね、1週間後、今今日5月28日なんですけど、1週間後の6月の頭に、茂木リゾートに、遠征をするんですけど、走るのほとんど高速道路なんですよね、道中950キロぐらいがね、うん、で、
1日目は高速道路の途中の、名神の田賀サービスエリアで泊まろうと思ってはいるんですけど、まあ夜着けばいいわけですよ。だからで夜夜走りになった時に服が困るんですよね。はい、この季節はいつもね、服が困る。ツーリング行くときどの服着る、日帰りならどうにかなるけど泊まりの時に特に困る。うん、でなんて言ったらいいんだろう、市内ので走ってる時はなんてもないんだけど、これでいいやって思ってる服装で、このもみの木森林公園に午前中とか早朝とか上がってくると、寒って思う時があるわけですよ。はい、それを確認するのに今日この服で上がってきて大丈夫かなみたいな確認をするのに、はい、ちょうどいいと言いますかね。はい、このコースで走ってみると、あ、ちょっとひんやりするなとか、これが長時間持続すると辛いだろうな、我慢できるかなっていうのをがなんとなく目安になるんですよ。で、まあ今日ちょっと今日ね、メッシュのパンツ履いてメッシュのグローブと、長袖 T シャツみたいなのを1枚着て、その上に革ジャンを羽織って革ジャケットを羽織って着てみました。はい、まあちょっと肌寒いかな、ここら辺風が入ってくるのが。うん、雨降ると辛いだろうなっていうレベルですね、これだと。はい、なのでなんかもう一枚インナーを着るかなんか、それかもしくは寒かったらカッパを着るとかの対策をした服でいいかなと思いますけど、ズボンの方はメッシュパンツ、これワークマンのメッシュパンツなんですけど、全然これでいけそうです。はい、蒸れなくてちょうどいいかも、うん、っていう感じがします。はい、もう少し登っていくともっとひんやりと高度があるし、今日特に日が照ってない曇りなので、特にこう温度的なものはね分かりやすいと思いますから、はい、これで走ってみて体感して、来週の旅支度ができるかなっていう感じですね。はい、あと、はい、久しぶりにここ走るのも、気持ちいいなっていう感じで、はい、そんな感じです。はい、いつもと違う場所に、はい、もみの木森林公園の、はい、止めました。いやー、曇ってて空が青くないのが残念だ。でもひんやりして、はい、高原の風が気持ちいいです。で、CB の方はと言いますと、オイル交換をして、多分漏れてないと思うんだけどな、ドレン。はい、また書いて確認したいと思います。入った。はい、それではね、もみの木森林公園から下って降りるわけですけど、実はもう一つ、はい、確認しておきたいことがありました。服のこととツーリング前にね確認しておきたいこと、はい、まあ、長距離遠征なんであんまりそんなねと言ってもそんな大して、はい、日本国内だし、ピリピリとするようなツーリングでもないんですけど、一応ね、服何着るかなって迷ってる時はこの季節、はい、夏場でも朝とか涼しいし、夜夜走りすると7月でも結構寒かったりするんですよ、メッシュジャケットとか着てると。それの確認をするのにはこういうちょっと高原といいますかね、はい、もみの木森林公園あたりに来てみるのが一番その温度差がよくわかるので、ここまで登ってきてみたんですけど、まあ、あ、これでちょっと服はこういう感じでもう1枚インナー足さなきゃダメだなとかは思いました。それと
まあもちろん昨日オイル交換した分のドレンボルトからのにじみとか確認しとかないと、相変わらずどこから漏れてるようだったらスペアにオイル 100cc でも持ってかなきゃいけないじゃないですか。なので確認するためにはちょっとエンジン回して、はい、というね、はい、ことも、今日の目的ですけど、もう一つあります。実はもう一つあったんです。それは何かというと、僕は実は目が悪くて、まあみんなね、メガネとかしてる人も多いし、僕もご多分に漏れず、はい、視力があんまいい方ではなくて、コンタクトレンズの愛用者です。はい、ずっと昔からっていうのが、乱視が結構強くて、まあ近視もあるんだけど乱視が強くて、メガネよりもコンタクトレンズのハードレンズですね、だからソフトではなくて、の方が、視力矯正がしやすいということもあって、ずっと昔からハードレンズの愛用者でした。はい、で今回もまあ今もそうつけてるんですけど、実は、5月に入って、まあそれもなんて言うんだろう、遠くはよく見えるんだけど、その視力矯正してあるレンズでね、なんですけど、近くがだんだんもう見えなくなってきちゃって、まあ、いわゆる老眼ですよ、老眼ってやつ、はい、になりましてですね、これはちょっとどうしたものかなと、はい、思いまして、まあコンタクト屋さんで相談したところ、遠近両用のコンタクトレンズっていうのがあるんですよ、うん、でそれをねにしてみたんです。バカ高いんですけど、結構値段高いんですけど、でももう値段っていうよりもなんて言ったらいいんですかね、普段毎日してる使ってるし、見えないと本当不便なわけだから、その不便さを考えると、そこをケチって我慢して生活するって、生活のクオリティの問題だからね。うん、もう少々高くても目つぶるから一番いいやつをくださいっていうことで、コンタクトレンズの遠近両用っていうやつにしてみました。はい、でまあ仕組みで言うと、瞳孔の真ん中辺が遠くで、徐々にこう外側の方に対して、コンタクトレンズの外側に向けて度を緩くしていくみたいな感じ、うん、レンズの 度数を緩くしていく感じで、だからそのちょっと伏せ目がちにしたりすると、そのなんて言うんだろう、まぶたとかがコンタクトレンズを押し上げて、度の緩いところが、はい、で、焦点を合わすから近くが見えやすくなるみたいな仕組みらしいです。はい、なのでちょっと普通のハードコンタクトレンズよりもちょっと大きめ、どっちかっていうとね、うん、レンズの大きさはソフトコンタクトぐらいの大きさがあるです。はい、でそれでまだ1週間ぐらいしか使ってないんですけど、1週間弱かな、仕事はそれつけていってて、車乗るのも全然問題ないし、近くの書類とかパソコンとか見るのもなんとか大丈夫、スマホ見るのも大丈夫みたいな感じです。はい、ただ今度は走りながらこういうスマホのナビがパッと一瞬で視認できるかとかっていうのは、うん、今日実はコンタクトレンズを変えてから初めてこう乗るんですよ、このレンズでバイクに。なので一番速度の出る CB で、はい、目がゴロゴロ風が立ってしねえかとか、ヘルメットの中だって風漏れた、こうちょっと隙間開けたりしてるともう入ってくるじゃないですか、それゴロゴロしねえかするかとか、そういうチェックも含めて目乾くかとか、はい、してみたかったので、今日の、まあ、CB でちょっと試運転してるわけです。これも試運転の一つです。はい、結構ね、本当ね、高くてびっくりした。片方の目で今まで使ってた両目のコンタクトよりも高いぐらいなんですよ。って、うん、まあでも何年か使うしね、もうその何年分の不便さを考えたらもう仕方ないよねと思って、うん、まあそんな感じですね。で今こうナビ
けて、はい、走ってるんですけど、うん、細かい字もパンと一瞬で見分けられるし、はい、あのなんとか、はい、思惑通りの遠くもよく見えるし、思惑通りの、はい、出来になってるような気がします。はい、まあそんな感じで、今日の CBC 運転はそんな感じです。あとはもうファクトリーに戻ってね、ちょっと掃除してっていう感じでしょうか。